ヒラリー・クリントン、ヒラリー・ローダム・クリントン、1947年10月26日隊は、アメリカ合衆国の政治家、弁護士、国務長官、上院議員を歴任。第42代アメリカ合衆国大統領ビル、クリントンの妻であり、1993年から2001年までアメリカ合衆国のファーストレディだった。身長5フィート6インチ。 約168センチメートル。1947年、イリノイ州シカゴに医療品店を営む両親のもとに生まれた。一家はメソジスト教派であり、彼女は白人中産階級が多く住むイリノイ州、パークリッチで成長する。父親のヒューローダムは保守主義者であり、繊維業界の大物であった。母親のドロシーは、 専業主婦であり、ドロシーの両親はドロシーが幼い頃に離婚。ドロシーは父方の両親に預けられ、寂しい子供時代を過ごした。ヒラリーには二人の弟、ヒューとトニーがいる。ヒラリーは幼少時からスポーツに興味を持ち、テニスやスケート、バレーボールなどを楽しんだ。また、早くから政治に興味を持ち、若き共和党員として活動。 1964年の大統領選では、共和党のバリーゴールドウォーター候補を応援するゴールドウォーターガールを務めた。を卒業後、1965年にマサチューセッツ州の名門女子大であるウェルズリー大学に入学、1年生の時、学内青年共和党の党首に選ばれるが、ベトナム戦争や公民権に関する共和党の政策に疑問を持ち始め、その後辞任。 1968年の大統領予備選では、ベトナム戦争介入反対を掲げる、民主党のユージーン・マッカーシー候補を支持した。その一方で、同年の夏には、首都ワシントンの下院共和党議員総会でインターンを、経験、共和党党大会では、ニューヨーク州知事ネルソン・ロックフェラーのために働いた。その後、ウェルズリー以降優秀な成績で卒業。 同大学発の卒業生総代として行った、スピーチが賞賛から避難まで様々な反響を呼び、地元のテレビ局のインタビューに出演、ライフ氏にも取り上げられた。1969年、ヒラリーはイエールロースクールに進み、そこでビル・クリントンに出会う。在学中は、マリアン・エデルマンが始めた、児童養護のための組織で働き、また法律が子供に与える影響について、 特に学んだ。1972年の大統領選では、ビル・クリントンが参加していた、民主党のジョージ・マクガバン大統領候補の選挙運動に加わった。1973年のロースクール卒業、ホーム博士、ジャース・ドクターの学位を受ける。5は、エデルマンが新たに始めた、自動防衛基金、チルドレンズ・ディフェンス・ファンドで働いた後、1974年には、 会員司法委員会によるニクソン大統領の弾劾調査団に参加している。調査団解散後はビルのいるアーカンソー州に移り、ビルと共にアーカンソー大学ファイエットビル高楼スクールで教鞭を取った。この年ビルがアーカンソー州で会員議員選に出馬するが落選。翌1975年に彼と結婚している。1976年にはビルが アーカンソー州の司法長官に選出されて、州とリトルロックへ移るのに伴い、アーカンソー大学での職を辞し、ビンス・フォスターが、パートナー、共同経営者を務めるローズ法律事務所に移った。また同じ年の大統領選では、ビルと共に、ジミー・カーター民主党候補の選挙戦に参加した。1978年ビルが32歳の若さで、アーカンソー州知事に当選すると、 アーカンソー州のファーストレディとなったが、弁護士としての活動も続け、1979年には、ローズ法律事務所の女性初のパートナーとなった。その一方で、アーカンソー州における質の高いヘルスケアの普及を目的とした地方健康諮問委員会、ルーラルヘルスアドバイサリーコミッティの議長を務めると、共に児童防衛基金の活動にも参加。また、 カーター大統領の指名により、連邦議会が設立した非営利団体の司法事業推進公社、リーガルサービスコーポレーションの理事を務めた。1980年ヒラリーは、娘のチェルシーを出産。ビルは、再選をかけた、同年の知事選に敗れるが、当時のアーカンソー州知事の任期は2年、次の1982年の知事選で当選して、カムバックした。 この82年の選挙戦を機に、ヒラリーは結婚後も引き続き使っていた、ヒラリー・ローダムを、ヒラリー・ローダム・クリントンに変えている、名前のこだわりの不死を参照。この第2期目のクリントン知事の下で、ヒラリーは、アーカンソー州の教育制度改革を目的とした、教育水準委員会、エデュケーション・スタンダーズ・コミッティの委員長を務めた。年に、ビルは、 大統領選に出馬。その選挙運動中、ヒラリーが家にいてクッキーを焼いてお茶を入れることもできたが、自分の職業を全うすることを選んだとコメントしたことで一部から専業主婦に対して冷淡とか求心的フェミニストなどという批判を浴びることになった。こうした批判は選挙運動中収まることはなく、ヒラリーはその対応に苦慮した。この頃、法律事務所や ウォルマーとの社外取締役、自動防衛基金の会長などの職を次々に辞している。同年が秋、ビルとクラブ歌手、ジェニファン・フラワーズの不倫問題が公になり、この両者の間で交わされた電話の会話の一部を録音したテープがマスコミに流出すると、それまで選挙戦を優勢に戦っていたビルの支持率が急落した。ビルが大統領に当選すると、 ヒラリーは、翌1993年から8年間、アメリカ合衆国のファーストレディとなった。ヒラリーはアメリカでは、初の、引率にして弁護士のファーストレディであり、従って、初のキャリアウーマンのファーストレディである。そのため、当時アメリカでは、ヒラリーのことを、かつて国連代表を務めたエレノア・アル・ーズベルトと並ぶ、最強のファーストレディと評していた。就任後早々、 ビルはヒラリーを医療保険改革問題特別専門委員会の委員長に任命した。同委員会は連邦政府主導型の健康保険制度導入を視野に入れたクリントン医療保険計画を投申したがアメリカは先進国で唯一国民皆保険がないアメリカ医療保険制度の抜本的改革となりかねないこの計画は野党共和党や保険会社、製薬会社、 中小企業などによる大規模な反対活動にあい、民主党多数議会をもってしても支持を得ることができず、結局翌1994年に廃案となってしまった。これに勢いを得た共和党は、クリントン政権の政策を、急進的なリベラル改革と位置づけて、攻撃、同年の中間選挙では大幅に議席を伸ばして、両院で多数となり、 行政府と立法府のねじれ現象が生じることになった。後にヒラリーは著書の中で医療保険改革の失敗は全て自分の政治力が未熟であったせいだと記している。一方当時の政治評論家は一様にこの失敗がファーストレディを国政に参画させるという前代未聞の人事が国民には不適切だと受け止められたということに他ならないと評した。しかし、 1996年の著作はベストセラー本となり、ヒラリーの子供を中心とした制作課題は過半数の女性には好感を持って迎えられ、また大多数のアメリカ国民は国主導型の健康保険制度導入ということ自体がアメリカにとっては時期尚早だったと見ていたことが世論調査などで明らかになっている。いずれにしても大統領選挙キャンペーンで ビルがヒラリーとのコンビを一つ分のお値段で二つ分のお買い得と言っていたようにビルがヒラリーを最大のアドバイザーと評して全幅の信頼を置いていたのは事実でありヒラリーはその後もクリントン政権を通じて閣議に臨席するという特別な存在であったこれはケネディ大統領が信頼する実定のロバート・ケネディを司法長官に任命して 常に傍らに置いた例を踏襲したものだと言われる。こうした立場のヒラリーは彼女に批判的な人々から共同大統領やビラリーと呼ばれた。こうしたあだ名は彼女のややもすると他者を超馬鹿にしたかのような話振りが鼻持ちならない性格として批判者たちの憎悪を増幅しているためでもある。またヒラリーはイーストウィングにある ファーストレディーとしてのオフィスとは別に大統領執務室や閣議室のあるウエストウィングにも異例のオフィスを構えたがそうした彼女のスタッフたちをヒラリー自身も含めて周囲はヒラリーランドと呼んだ医療保険改革や中間選挙での敗北と逆風が続いたヒラリーだったが中華人民共和国の中国共産党政府の人権侵害に反対する 人権擁護団体や一部の議員が出席に反対する中、1995年9月、北京で開催された国連世界女性会議に米国代表団の名誉団長として出席、演説の中で女性の権利とは人権であると訴えた。1996年1月には初の著書となる村中みんなでを出版した。同じ頃、ホワイトウォーター疑惑関連で、 紛失したとされていたローズ法律事務所時代のヒラリーによるマディソン・ギャランティ貯蓄化し付け組合のための法律業務の記録がホワイトハウスで突然見つかった。1月26日ヒラリーはスター独立検察官の召喚により紛失したとされていた記録について大陪審の前で証言を行った。2000年長年ニューヨーク州選出上院議員を務めた。 民主党のダニエル・パトリック・モイナハンが引退を表明するとニューヨーク市長で共和党のルドルフ・ジュリアーニが出馬を表明した。ジュリアーニ市長の高い支持率を危惧した民主党は冷めることないクリントン人気に期待をかけ、ヒラリーに白羽の矢を立てた。選挙区の住民でもなく、しかもファーストレディの国政選挙出馬は前代未聞で現職市長相手の選挙は 接戦が予想されたが、ジュリアーニが前立腺癌治療のため出馬を取りやめると、共和党の後継候補、ラズイオカイン議員では勝負にならず、ヒラリーは得票率で55%を得て当選した。なおこの出馬も1964年にマサチューセッツ州出身のロバート・ケネディ司法長官が民主党に壊れて上院選にニューヨーク州から出馬し当選した例を踏襲したものだと言われる。 ファーストレディ時代は、左派色が強く、夫のセックススキャンダルについて、右派の陰謀とまで言い切ったこともあるが、上院議員になると世論に同調した柔軟性も見せるようになった。一貫して、青少年の保護を主張し、グランドセフトオート、グランドセフトオートシリーズなどの暴力的な内容のコンピュータゲームに登場するセックスシーンなどを問題視して、未成年者に対する、 これらの販売を禁止する法律の制定に積極的な立場を取っている。再選をかけた2006年の上院選では、共和党候補に得票率で67%対31%という大差をつけて勝利した。このため、ヒラリー当確は全米一早く出た。この圧倒的な再選を受け、かねてより噂になっていた、ヒラリーの2008年大統領選への出馬は、 現実の選択肢として取り沙汰されるようになった。また選挙ゴビルが複数のインタビューでヒラリーが大統領選に出馬するかしないかはわからないがヒラリーが大統領になったとしたら素晴らしい大統領になることは間違いないと彼女の出馬を限界に匂わせたことからヒラリー出馬説は一層真実味を帯びるようになった。ヒラリーは 元ファーストレディとしての知名度や経歴実績から女性初の大統領の有力候補とされた。大統領選挙には2008年と2016年の二度立候補、し、有力候補とされていたが、2008年には、党内予備選でバラク・オバマに、2016年には、本選でドナルド・トランプに敗れ大統領就任は至らなかった。2007年1月20日、 2008年大統領選への出馬を正式に宣言した。元ファーストレディの知名度に加え、人気や集金力でも民主党内では群を抜いており、直後に CNN が行った世論調査では民主党大統領候補にはヒラリーがふさわしいとする声が40%にも上り、バラク・オバマ上院議員の21%、ジョン・エドワーズ元上院議員、2004年の 副大統領候補の11%など他候補を大きく引き離していた。しかし予備選を前に勢いが衰え2008年1月3日にアイオワ州で行われた民主党予備選の開幕戦ではオバマとエドワーズに敗れ3番手に終わった。その後1月8日にニューハンプシャー州で行われた予備選挙ではオバマに僅差ながら勝利し復活の兆しを見せ、 スーパーチューズデーではオバマ候補とほぼ拮抗した。しかしその後は次第にオバマ陣営の勢いに押されて劣勢となった。特にスーパーチューズデー後に行われた予備選ではオバマに旧連敗を喫し民主党大統領候補としての選出は厳しい状況となった。3月のミニチューズデーでは代表連のオハイオ州とテキサス州で新勝し、 ロードアイランド州も含め3勝をいっぱいと土俵際で踏ん張り、その後もペンシルベニア州といった大規模州では有利に戦いを進めたが、中小州ではオバマ陣営が圧倒的な強さを見せ、テキサス州などの大規模州でもヒラリーに僅差で迫ったオバマが指名獲得を濃厚にした。党内からは撤退論も紛失したが、最後まで諦めないとして選挙戦を継続する。 4月以降の予備選では多少勢いを盛り返し、ウェストバージニア州やケンタッキー州、プエルトリコなどでは圧勝する。しかし予備選終盤には、ロバート・ケネリが6月に暗殺されたエピソードに、言及して、オバマ候補の暗殺を期待するともとられかねない、致命的な出現までしてしまい、オバマ陣営のみならず共和党陣営からも強い、批判を受け、オバマやケネリ家に謝罪した。 最終的には特別大議員でもオバマに逆転を許し、オバマが全大議員の過半数を獲得して、指名を確定させた。ヒラリーは8月の民主党党大会で正式に撤退を表明し、オバマ支持を表明した。オバマ政権には国務長官として加わり、2012年の大統領選挙ではオバマ再選に尽力する。なお、ヒラリーは、 この指名候補争いで多額の選挙費用を計上し、外部コンサルタントや業者に対し6月の時点で1200万ドル、約1 0億8000万円の負債を抱えることになり、大統領選挙直後からその返済に追われることになった。2015年4月12日、2016年大統領選出馬を正式に表明する。14日、アイオワ州で討論会を開催し、 ヘッジファンドの幹部が低い税率で納税しているのはおかしいと富裕層優遇政策を批判した。16日にはオバマ政権で商品先物取引委員長を務めたを選挙戦最高財務責任者に任命することが報道された。2015年5月5日、クリントン財団の金の問題を追求した書籍、クリントンキャッシュが発売されたのを受けて反論サイトを立ち上げた。 2015年4月16日付で、ローレン・パウエル・ジョブズは、タイム氏にヒラリーを支持する内容の寄稿をし、また、最大の献金者となった。選挙期間中には、エレナ・フェル・ダンテのシリーズ第一作を愛読していたという。2016年3月16日には、ウィキリークスが、2010年6月30日から2014年8月12日までに、 ヒラリーの個人サーバーが送受信した3322通の電子メール及び添付ファイルを公開した。このうちでヒラリー自身の手による記事は7570件に上る。これら電子メールは夫のビルが署名した情報公開法により PDF 形式で入手できるが最後に PDF 化されたのは2016年2月29日であり、 まだ周知されていない事実を相当含むと目される。選挙戦では、バーニー・サンダースらを破り、2016年7月26日、党内予備選挙を経て、大統領候補となった。しかし秋頃には、HSBC などと関連する、クリントン財団が、先の電子メールを手がかりに、様々な媒体から叩かれるようになった。また、 2016年夏頃から演説中に咳が出て止まらず9月に行われたアメリカ同時多発テロの追悼式典に出席した際に体調不良で途中退席し車に乗り込む時に率倒してシークレットサービスに抱えられるところが撮影されると健康不安説が囁かれた2016年11月8日の大統領選挙の結果 得票数ではヒラリーが共和党候補のドナルド・トランプを僅差で上回るものの選挙人は232人と306人を獲得したトランプに敗れ落選した一般投票で勝利し選挙人投票で敗北したのは2000年の選挙のアルゴア民主党以来16年ぶりであった2017年9月敗北した 大統領選を振り返る回顧録を執筆し出版。本のプロモーションの一環で CBS の番組に出演し、番組の中で大統領選の敗北を未だにすごく苦しい。とても辛い。と語り、再び大統領選挙に出馬する意思はないことを表明している。2008年11月の大統領選挙ではバラク・オバマが当選した。 民主党の指名争いで劣勢になった頃から、ヒラリーがオバマの副大統領になる可能性が報じられたが、実現せず、オバマが次期大統領として、翌年発足する政権の人事に着手した11月頃からヒラリーは国務長官など閣僚候補として名前が取り沙汰されていた。それに対して上院を離れることに気が進まない。国務長官という新しい地位は困難にして、 魅力的な冒険だと発言するなど、政権入りには後ろ向きであった。しかし、11月20日には彼女は、指名を受諾した。2008年12月1日に、オバマ時期大統領はヒラリーを正式に、国務長官に指名したことを発表した。ヒラリーは、合衆国に全てを捧げると、指名を受け入れた。ヒラリーは、上院時代も含め、 必ずしも外交に力を入れてきたとは言い難く、外交通とは言い難かったが、大統領選挙においては、ファーストレディとして、世界中の要人との人脈を築き上げたことを強くアピールしてきた。オバマが彼女を国務長官に指名した背景には、圧倒的な知名度など彼女の即戦力になる経験を重視し、実利的な政権であることを示す一方で、 大統領選挙で党内に入った亀裂を誘和し、超党派制をアピールしたかったという事情がある。上院外交委員会は2009年1月13日、ヒラリーを召喚して、国務長官承認のための公聴会を開始し、オバマ大統領就任後の1月21日に、上院の本会議が賛成94反対にで、ヒラリーの国務長官就任を承認した。 これに伴いヒラリーは正式に国務長官に就任した。国務長官としてのヒラリーの最初の外遊先は東アジア諸国であり、日本、インドネシア、韓国、中国を順に訪問して無難な外交デビューを飾った。他方で中東和平、大テロなど喫緊の課題を多く抱える中近東、西南アジアで大統領と直接協議する権限を与えられた。 特使が実務に当たっており、外交経験の少ないヒラリーは、大きな懸案の少ない無難な地域で仕事を始めざるを得なかったという事情があった。2009年6月にヒラリーは右肘を骨折したために、オバマ大統領のロシア訪問の動向、さらに主要国、G8 外相会議の出席ができなかった。そして8月にアフリカ7カ国を訪問した時には、 夫のビル・クリントン元大統領が北朝鮮を電撃訪問。最初の訪問国ケニアは、夫の包丁を質問されることになった。さらに、今後の近所差での対話集会の席上、今後と中国との金融協定について、オバマ大統領はどう考えているのかのと、男子学生がフランス語で質問したところ、同時通訳が、クリントン元大統領と語訳した。 それを聞いたヒラリーは景色ばみ。私に、夫が何を考えているか話させたいの国務長官は私よ。夫じゃない。My husband is not secretary general.IAM と言い,い、私の考えなら話すけど、私は、夫とは交信しないと返答した。後で、誤訳の事実を知らされるとヒラリーは機嫌を取り戻したが、元大統領が、妻に向けられるべきスポットライトを奪った。 AP 通信と報じられた。2010年の最も尊敬に値する男女に、2010年はバラク・オバマ大統領とヒラリー・クリントン米国務長官が選ばれた。尖閣諸島中国漁船衝突事件に関しては9月23日、日本の前原政治外務大臣との日米外相会談で、尖閣諸島は日米安全保障条約第5条の 適用対象範囲内であるとの認識を示した。同年に一部では2年後の大統領選挙に向けて副大統領候補としてバイデン副大統領と副大統領職と国務長官職を交代するのではないかという憶測が飛び交ったがオバマ政権は全く真実ではないと否定する声明を出しており、ヒラリー本人もこの時点ではこれを否定していた。 2011年3月18日、国務長官の職を一期限りで引退する旨を明らかにし、同時に次期大統領選挙出馬も否定した。福島原発事故を受けて、東南アジア訪問の途中に日本へ立ち寄ることとなった。日本での滞在予定時間は5時間だったが、ヒラリーは元大統領夫人として、天皇陛下への面会を求めた。 菅直人内閣はこれを受け入れ、ヒラリーは2011年4月17日に、天皇、皇后両陛下と面会した。民主党政権下では、鳩山幸男内閣の時の中国、習近平政治局常務委員、当時訪日の際に次いで、皇室への告示行為の依頼は1ヶ月以上前に行うという観光、1ヶ月ルールを破る二度目の事案となった。なお、 ヒラリーは2009年2月に訪日した際にも国務長官として皇后陛下と面会している。2012年12月、ウイルス性の胃腸炎に伴う脱水症状で倒れた際に脳震盪を起こし検査で頭部の静脈に血栓が見つかり30日から入院して治療し2013年1月2日、ニューヨーク市内の病院を退院した。 2013年1月25日、オバマ大統領と初めて二人だけで CBS テレビに出演し、大統領からは彼女は最高の国務長官の一人として政権を去る。公の場で感謝を伝えたかったと称賛された。翌日に CBS で放送された単独インタビューでは2016年の大統領選挙について聞かれ、明日、 あるいは来年のことは予測できないと立候補に含みを持たせたとも取れる発言をしている。任期の終わり頃には国民の人気は高くなっており、退任直前の2013年1月にワシントンポストと ABC が共同で行った世論調査では支持率65%だった。2月1日、皆と共に米国を安全にし、国益を促進し、 我々の価値が敬われるよう努めてきたことを誇りに思うと挨拶をし国務省を後にした直前にトルコの首都アンカラのアメリカ大使館で自爆テロが発生したため最後までその対応に追われての退任だったヒラリーは雑誌のインタビューで2014年に入り過激派組織アイスセルの勢力が増していることについてシリアでの恩恵な反アサド勢力を支援しなかった ことが原因と、オバマ大統領の政策を失敗と批判した。ヒラリーは、従来民主党の中でもリベラルな立場を取っており、そのため主に女性層や都市部の非白人層から強い、支持を得ていた。アメリカで常に論争となる、人口妊娠中絶についても、女性の権利として、これを支持していた。しかし、上院議員に当選後は、銃規制に反対したほか、 イラク戦争の改戦に賛成するなど、アメリカにおいて根強い勢力を誇っているキリスト教、右派層や保守層の支持を得るために、一定の中道内し保守的な立場も見せ、これによって民主党内のヒラリーだけは絶対にダメという反ヒラリー派の怪獣にある程度の成功を見たが、一方でそうした日寄り見的な姿勢によって、かつての支持層の一部が離反していくというジレンマを、 経験している。外交的には民主党内では共和党高派のネオコンに近いリベラルホークの立ち位置に属しており、NATO を中心としたアメリカの強い軍事力によってアメリカの自由主義的価値観を時には軍事力を使ったりクーデターを格索することもためらわずに世界に広めて世界の秩序を安定させる方針を主張している。ヒラリーの外交政策は 民主党内では最も高派とされ、実際にネオコンの論客であるロバート・ケイガンはその顧問だったことからヒラリー支持を表明している。また、共和党の地日派重鎮のリチャード・アーミテージもヒラリー支持を公言している。その安全保障政策への信頼から軍需産業の献金を最も受けているのも共和党候補ではなくヒラリーである。このようにヒラリーの外交政策は 民主党の中でも最も共和党に近いとされる。ヒラリーは中絶病院チェーンであり、プロチョイス、人工妊娠中絶権利用後派の団体である、プランドペアレントフット、全米家族計画連盟からの支援を受けており、プランドペアレントフットの会議に出席し、演説している。中絶は憲法で保障された権利であるとしている。2009年には、 マーガレット・サンガー賞をプランド・ペアレント・フットから授与されている。プランド・ペアレント・フットの創設者であり、有勢学者であり、白人至上主義団体、クー・クラックス・クランに参加していた人種差別主義者で黒人虐殺計画ニグロプロジェクトの主導者であったとされるマーガレット・サンガーについて、私はマーガレット・サンガーをとても称賛すると言っている。アメリカでは、 夫婦別姓も可能で、近年では多くの女性が夫婦別姓を実践するようになっており、また、それ以外の場合でも、旧姓の後に夫の姓をつけたものを正式な名前とすることも多く、伝統的な夫の姓を使用する女性は減少しつつある。しかしながら、ヒラリー以前のファーストレディは伝統的な夫の姓を用いることが多かった。ヒラリーはアーカンソー時代に、 ヒラリー・ローダム・クリントンを名乗り始めて以来一貫してこの旧姓込みの名前を使用している。ホワイトハウス時代にもファーストレディとしては異例のザ・ファーストレディヒラリー・ラダム・クリントンと呼ばれることが多く、ここでもヒラリーは他の保守的なファーストレディとは一線を画していた。このヒラリーの旧姓へのこだわりは保守派には典型的なリベラルとか70年代のウーマンリブを 思わせるなどと評判が悪かったが、一般には、いかにも、事故を埋没させようとはしないヒラリーらしいと、肯定的に受け止められていた。2000年の上院選に出馬を表明した頃には、これを機会にまた元の、ヒラリー・ラダムに戻すのではないか、という憶測も流れたが、ヒラリーは、ためらうことなく、ヒラー・イラー・ダム・クリントンを維持した。ただし選挙戦では、ポスターからテレビ広告に至るまで、 ありとあらゆる媒体にヒラリーの一ごの実を使用した。クリントンはビルを連想させてあまりあるというイメージ戦略が公の理由だが、これもヒラリーの事故へのこだわりなのだと一般には解釈された。このようにファーストネームで選挙戦を戦うというのは極めて異例である。今日ではマスメディアの多くが彼女のことを一般にヒラリーと呼ぶようになっている。 上院議員としての故障や継承をつけた名称こそセネター・クリントンだが彼女がヒラリー・クリントンと呼ばれることが比較的稀であることに変わりはなかった。ところが2007年1月に大統領選に正式に立候補するとヒラリー陣営では今度は意識的にラダムを抜いたヒラリー・クリントンを全面に打ち出すようになった。メディアではこれを一様に 保守層への気兼ねなどと分析しているが、これが、ローダム色の払拭を狙ったものなのか、あるいは、クリントン職の上塗りを意図したものなのか、その辺の事情については依然として、推測の意を出ていない。1997年、第39回グラミー賞最優秀、ポエトリーアルバム、ベストスポークンワードアルバム受賞。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。